ールワンストライク。打ちに持ってきましたがショートの向こうが引っ張り上げました。回してくるか、回してきました、回してきました。ボールが返ってタッチはアウトになりました。川田コーチチャレンジをしました。ノーラセンターへ、センターを取った。1、2塁間広く空いていた。その1、2塁間を破ってライト前、ファーストランナー2塁から3塁へ行く。大谷サードへボールを送ってきた。アウトと思ってもおかしくないと思うんですよね、うんうん、そしてレフト、これはどうだ、取りました。そしてこの距離でさあどうする、ボールが返ってくる。タッチはタッチはアウト。中田今日もやりました。俊足岡西がバッターボックス、初球を打った、左中間どうか、取った。レフトへ、ちょっと正面に入ったか。ある吉弘1番でゲームが始まります。 DeNA と広島の22回戦。いきなり初球攻撃はセンターのモーガン、バカンダーよく取った。いきなりプレーボールからファインプレーが出ました。いい当たりだ、ライトがしかしこれは取った、これは取りました。荒波2球目レフトへ、坂口が下がっていく、坂口が下がって下がってジャンプ取った、取っています。打ち上げましたが浅めに守っていた、守っていた、守っていた、どうか、取った、取りました。センターのショット取りました。スーパープレーです。ナイスプレー。初球打ちはライト前、さあ村田は俊足、三塁を回る。わあ糸井の肩はどうだ、いいボール返ってきた、アウト。すごいな、久しぶりに見せてくれました。ライト突っ込んでスタート切った、サードがホームに帰ってタッチアウトだったそうです、はい、均衡した試合になっていたところで、いい1本打てたんじゃないかな、はい、これもまたヒットにはなりません。ナイスプレー長谷川。今日は両軍の情報、青沼アナウンサーです。7試合ぶり先制点を取ったオリックスワローズです。ちょっと詰まっています。レフトの前、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 掴んでいます。内川キャッチ、前も打ちましたしね、はい、どれぐらいすごいかというところで、はい、そして畠山の打球は逆方向、センターが追っている。センター丸が飛びついて取っています。低めのボールを打った、ライトが下がる、松山よく取った。変化球ライトへ、ライトのポールには意外と打球は伸びていきます。切れるからフェンスと前には、どうでしょう、取りました。今日が90試合目になります。センターの美濃打球ですが、岡田ジャンプ追いついた。最後はこれフォインサイドの球、ライトへ飛んでいますが向こうを向いている、フェンスに当たりました。ファーストランナーの内川三塁ベースまで来た、打ったバッターのバヘア、セカンドタッチアウト。そして不利なんで、たまには抜けてもいいんで投げた方がいいですよね、ちょっと中に入った、レフト上がった、追いかけていくか、フェースと手前取った、小木野隆史を取りました、ね、チャンスを掴んだわけですから、まあ、本人もねやっぱり気合入ってると思いますよ、はい、この回先頭松山、レフトこれもかなり重い。
ファウルしてタイミング合ってきますからね。6球目センター大和ツーアウトランナー三塁一塁とランナー残っている。右中間の打球センターを打っている。浅めに守っていた、取ったが大変ね。レフトへ坂田追いかけますが取ったのか、取りました、バックハンド。打球は高く上がってレフトの向こう側、向こう向き、栗山は掴んだか、掴んでいます。そしてランセンターの前にどうだ、前進取った、松野のインコース打ち返していった。さあライト前に落ちました。サードランナーはあっと、これはマートン少しシュート半端な形になる。カーブです、ライトの前に落ちる。セカンドランナー猿亀そっける、ボールが返ってこない、アウトだ。ファーストアウト、ファーストアウト、なんという。今度が2球目、この打球が詰まっています。ライトの前、ライト突っ込んでくる、どうか、島内がボールを抑えています、アウト。ライト打てなかった、仕方ないんじゃないので、割り切りもできると思うんですね。これはしかし左中間、あー取ったか、取った、ストレートを叩く、これはジャンプ、またファインプレー。